当選品のアドバンスのシェルを乗せ替えてみた。アマカラタイマー。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんのカラータイマーが光ってます。ピンチです。アマちゃんがピンチです。光っております。ピクピクしてます。アマちゃんのピンチです。大丈夫か、アマちゃん。戦え、アマちゃん。立ち上がれ、アマちゃん。全然ダメ。アマちゃんのカラータイマーが七色に光ってる。確定ですね。お、ツンツンしても起きないぞ。全然ダメだぞ。アマちゃんのカラータイマーが光ってるぞ、七色に。強くなるのか。それでは本編スタートです。どうもプニーでございます。お元気ですか皆さん。今日はですね、いろいろ話していかなきゃいけないんですが、5000人突破抽選会のね、商品ですね、こちら。当選品でございます。ゲームボーイアドバンスとシェルになるんですけれども、こちらのシェルはね、秘密のおばさんで買ったやつですね。で、マヌイさんはマークスさんのカレーが当たったんですけど、ティアグレさんがね、私の商品が当たりましたので、それになります。マヌイさんのやつはね、もうマークスさんが発送してくれました。で、こちらのアドバンスは、8ビットさんからの提供品になります。ですので、8ビットさんが皆さんにプレゼントに使ってくださいということでくれました。で、シェル交換希望だったので、シェルを交換していきます。私の方で。シェルをね、その渡して自分でやるっていうのも選択肢の中にあったんですけど、交換もうちでしますよって言ったら、お願いしますと言っていただけたので、勘ですいません。やることにします。で、シールがね、傷んでるので、シールは移植しないです。今回ね。よいしょ。それでは、シェル交換やっていきたいと思います。よいしょ。まず、電池取って。この電池もね、8ビットさん提供ですね。ダイソーって書いてありました。ダイソーの電池って意外といいらしいよね。なんかね、電池のパフォーマンスを調べるね、なんか検証している、動画を上げてる方がいて、結構ダイソーが、コスパがいいっていうね、話だったので、さすがエイトさんですね。よいしょ。いやー、盛り上がりましたね、抽選会ね。楽しかったなー。概要欄にね、抽選会の動画貼っときます、ライブね。いや、結構盛り上がりましたよ。抽選会で、あれだよね、一枠作るっていうのも、すごいよね。2時間かな？2時間ぐらいやってたんで、抽選会。今度はね、アンマンちゃんの誕生祭が12月にあるので、それでまた、なんかね、抽選会やろうかなと思ってます。よいしょ。ちょっと、硬いかな。これね、Y 字のドライバーですね。で、最後ね、プラスの、ネジがあるので、これで合うかな。大丈夫か。これで。開くと思います。よいしょ。な感じで。
中は綺麗ですね。非常に状態がいい。いや、じゃあこれをね、分解していく形になると思います。アドバンスはね、バックライトがないから、ちょっと見にくいんですけどね。でもね、部屋でやってる分には、普通に問題なく遊べるんですけどね。よいしょ。なので、まあ、今回は全部液晶から何から乗せ替えるという、ことになります。そっか、ネジ取る前にマジック塗っちゃうと、マジックが派手に目立っちゃうね。よいしょ。ケース変えて、ネジ入れていきましょう。まあ、こういうことやるときにはね、分解する工程ごとに、こうやってネジ分けておくと、ネジが余ったり足りなくなったりすることがなくていいですよね。で、3本ネジ取りましたので、ほんのり分かるように、取ったところにマーキングしときます。一応ね。まあ、このぐらいなら覚えとくことができるんでしょうけど、まあ、こういうね、手順は、まあ、これが簡単だからやらないとかっていうんじゃなくて、日常的にね、習慣にしとくことが大事なんで。よし。したら、液晶のケーブル抜きます。あ、綺麗だな。すごいいいのを、エイトさんくれたな。ありがとうございます、エイトさん。アドバンスも今高いのに。なんかね、プレゼントに使ってくださいって言って。エイトさんがね、くれたんです。エイトビットさんのね、チャンネルも概要欄に貼っとくんで、ぜひね、見てみてください。あの、有名なマスクマンですから、皆さんは知ってると思うんですけどね。よし。で、スピーカーもちょっとホコリっぽいんで、掃除していくかな。何で掃除するかな。綿棒でいいか。よいしょ。今は、無水エタノールかな。使ってます。よいしょ。取りにくいな。こっちの方がいいな。というわけで、ジャブっと洗っちゃいます。ああ、全然綺麗になるわ。せっかくね、セル交換するんで、できればね、綺麗な状態でお渡ししたいので、できる限りメンテナンスはした状態でね、お渡しできたらなと思っております。この度はね、ティアグレさん当選おめでとうございます。ここもね、洗浄しときましょう。イヤホン端子ですね。よし。かなぁ。OKOK。で、これも汚いよなぁ。これは、アビリティクリーンで、掃除するかな。やっぱり手垢がね、どうしてもね、中に入ってきちゃうんでね。まあ汗とかね、そういうのと一緒に。
あ、まあ綺麗になるね。うん。まあどうせなら綺麗にね、使っていただきたいですよね。綺麗にっていうか、綺麗になったものを使ってほしいですよね。そう、綺麗に使ってほしいじゃないね。うん、綺麗になったものを使ってほしいなと思ってるんで。よいしょ。これで。すいません、カメラが回ってなかった、また。すいません。で、液晶を付け替えました。これは、表面パネルも、両面テープで止まってるんで、それを取って付けたのと、液晶も、そのまま付け替えたっていう状態です。で、この部品ですね。部品は、アビリティクリーン。3プッシュぐらい入れて、洗っていきます。水にね、軽く3プッシュでいいです。よいしょ。こんな感じで、全部ね、洗浄していきます。よいしょ。うん。こっちの端子の方もね、全部洗浄していきます。よいしょ。ここがね、なかなか汚れてるんで、隙間のところね。手垢が結構ね、詰まってるんで、掃除していきます。うん。で、LR のボタンですね。これがね、ちょっと、黄ばずんでんだよな。わかる？他の部品とね、一緒にしてると余計にわかるんだけど。そういう時には、メラニンスポンジで、ちょっと削ってあげます。よいしょ。メラニンスポンジはね、こすりすぎるとツルツルになっちゃうんで、注意してくださいね。よいしょ。軽くね、こする程度で、だいぶ綺麗になりますんで。うん、黄ばずみ取れましたね。ちょっと画面だと分かりづらかったかもしれないですけど。で、あとこのバーね、最初から水洗いすればよかったね。こっちの方が綺麗になるわ。まあ奥までね、やっぱり綺麗にして洗浄して使うのが一番ですよね。うん。これもね、洗浄していきます。うん。でも綺麗な方かな。なんかすごいいいやつをエイトさんくれたみたい。いや、ありがたいな。なんか高いのに、エイトさんありがとうございます。なんかね、こうやってプレゼント会でね、マークスさんはマークスさんに独自に当選者に物を送ってくれるっていうのを提供してくれたりとか、あと8ビットさんが今回、まあ、こうやって、自分のね、私物をプレゼント会で使ってくださいって言って出してくれるのが非常に嬉しいですね。よいしょ。うん。これもちょっと黄ばずんでたんだな、やっぱりな。これでこすったらだいぶ綺麗になった。まあ、エイトさんもこれいくらで買ったのか知らないけど、結構状態良かったよね。
よし、できた。さあ、今ね、かけてるのはシリコンスプレー。これをね、ゴム面だけにかけると、非常にゴムがね、劣化が遅くなります。で、これもね、ちょっと黄ばずんでたのが綺麗になりました。いいね、満足満足。じゃあ、あとは隙間にね入った水をエアブローして出していきます。よし、このエアブローがね、非常に強力で、ほんとあれ買わなくなったわ。エアダスター。で、こちらね、ボタン乗せ替えていきます。よいしょ。合ってるよね。AB ね。入るようにしか入らないんで、大丈夫だと思います。これも、ちゃんとね、柱通すように。で、これも、うまく入れて、あとは合体させていくだけですね。よいしょ。どうかな、このシェル。なんかハマりが悪い気がするな。ああ、そんなことないか。入った入った。お、いいんじゃない?スケルトンから。さあ、ネジを止めて。ネジ穴がね、開いてるんですけど、ネジ穴切られてないんで、ネジにはね、シリコンスプレーかけて、今閉めてます。まあ、いつものことなんですけど、私はネジにね、シリコンスプレーかけとくんで、固着防止ですね。よいしょ。特にね、このネジ山が切られてないところが後で固着しやすいんで。で、あとこのスロットね、ここもホコリが結構あったので、基板の状態の時にね気づいてれば、エレクトニッククリーナー、で思いっきり洗っちゃったんですけど、ここはねベビー綿棒がちょうど入るんですよ。だからこうやって端子もね清掃しときます。で、あとここの内側になんか指紋がついてるんで、これもね綺麗に落としておきましょう。よし、おお、いいじゃん。で、液晶のケーブルね、挿していきます。よし。で、LR がね、ちゃんと使えるかどうか、確認しながら、締めていきます。で、ネジにシリコンスプレーね、かけておきます。で、締めていきます。この一手間がね、後々、大事なんですよね。もう一回分解する可能性もありますからね。そ
その時に固着してるとね、ネジ山側がね、割れちゃうんだよね。で、とりあえず今テストで画面が見えるかどうかテストしてます。うん。ボタンも効くし大丈夫ですね。AB ボタンも効くし。なんかちょっとかっこよくないですか？この表面のプレートがね、ちょっと傷ついてるけど、これはね、再利用なんで申し訳ないんですけど。でもプレートだけはね、ドライヤーで温めてね、吸盤で引っこ抜けるんで、分解しなくても変えられるんで、まあ、アリエクとかで売ってるんでね、まあ、ガラスのやつに変えてもいいかもしれないね。でもね、綺麗な方だよ。今これ反射してるから、ちょっと傷が、細かい傷が見えるけど。あ、つけ忘れた。これを乗せ替えなきゃいけなかった。げ、もう一回全バラじゃん。もう一回、ちょっと全バラしして、付け直します。すいません。まあ、というわけで、こんな失敗もありますよね。なので、もう一回全バラしてやっていきたいと思います。よいしょ。いやー、結構このミスはでかいな。というわけで、ここの部分は大幅にカットしますね。もう一回全バラして組み直しました。あそこの樹脂つけるの忘れた。さあ、無事に終わりました。よいしょ。さあ、どうかな。お、いいね。これ画面さ、カメラだと分かりづらいけど、光うまく当てれば見えるのと、ここの樹脂ね、つけました。電源ボタンのところね。違う、電源ボタンじゃない。電源ランプのところね。音もね、いい音しております。いいじゃん。きれいきれい。で、今ね、コンパウンドで、一応ね、表面、磨いときますけど、ちょっとね、深い傷は、消えないんですけど。まあでもこうやってコンパウンドで、こう擦っていけば、綺麗になると思うので、ぜひね、ご自身でやってみてください。あ、電池がなくなってきちゃった。ちゃんと赤くもなるね。電圧低下で。というわけで、ティアグレさんの当選品、シェル交換無事終わりました。ぜひね、これで、遊んでみていただけたらと思います。ご当選ね、おめでとうございます。ソフトはつかないんですけど、ぜひね、なんかソフト、ご自分で探してみて、遊んでみてください。それでは、またね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、途中ビデオ撮れてなかったけど悲しい。やるんだよね。というわけで、またね。